井上麻です。ノーミルク佐藤です。先生なんかこれ何新シリーズですか？はい、はい、新シリーズ、うん、今に見ておけ。違う、今見ておけですね。今見ておけでしょ。いやそんな恨みみたいなことじゃないでしょ。彼らこんな綺麗な顔してるんだね。はい、あの、はいはいはい、今年とやっぱり去年は、うんうん、あの信じられないぐらいこう過密の日程になっていて、はい、やっぱりこう全試合できれば楽しみたいよとかっていう人とか、うん、新しくこうね、うん、他のチームに興味出てきたよっていう人でも、はい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 、ちょっと全部見るのはとか、まあね、確かにね、そうどこにまずこう焦点持っていっていいかわからないよっていう人結構いると思うんで、ちょっと今年今この開幕始まって明らかにこう活躍してるけどまだそんなにメディアとかにはこう出てないよって方々をちょっと私からお伝えさせていただければなと思っております。タマの目に引っかかってる。これルーキーの方が多いんですかね。っていうわけでもないから。でもないんですよ、嬉しい。しかも、代表に入るかどうかもまだわかんないっていうね。はいはいはい。だけど、この選手がいないと成り立たない。はぁ、どれの魅力をお持ちなのかということも含めてね。はい。やらせていただきたいと思います。今日はこの A1 枚ということですね。はい。はい。ラジオ的にね、お聞きいただきたいと思いますよ。はい。はい、じゃあやっていきたいと思います。うん、まず一人目、これ写真のね、左から順番にいきたいと思います。はい。はいはい、まずは、J2 アルビレックス新潟ですね。新潟ですね。はい。はい、藤原宗也選手でございます。あ、藤原宗也選手。出てますよね。はい。はい、そうなんです、うん。右サイドバックで出ている選手になりますね。もともと一昨年は、J3 時代のギラバンツ北九州のボランチやってた選手なんですけど、そこから昨年の北九州で右サイドバックとかやるようになりつつ、はいはい、今年の新潟移籍して、うん、右サイドバックをもう我が物としてるような感じなんですよ。ほう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 。はい。で彼の何がすごいかっていうと、うん、目。目。目。割とこう一重でね、人の良さそうな目ですけど。そう、とても可愛らしいでしょ。違うの。視野。視野でございます。ああ、視野ですね。はい。はい、ちょうどね、面白かったのが、はいはい、先日行われたレノファ山口戦だったんですけど、はいはい、実はちなみにこの藤原選手、うん、山口出身で、いわゆるレノファ山口の前身、うん、レオーネ山口の下部組織出身なんですよ。はあ、実はね、はあはあ。そんなこともあったんですけど、はい、先日その山口との試合の時に、うん、新潟がそのボールを回収した後、ゴールキーパーまでボール戻っちゃったんですよ。うん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 、そんなシーンがあって、はい、そしたらそのゴールキーパーに戻りゃいなや、ゴールキーパーの阿部浩人選手にもうまさに阿部って呼んでるような形で、右こっちだせみたいな感じのことを指差しながらいきなり差し始めるんです。はい。はい。だけどその時誰も気づいてないんです。他の藤原選手が誰も気づいてないんですが、はい、レノファ山口で左サイドがぽっかり空いてるんですよ。はい。なぜ空いてたのか本当わからないぐらい。で、その指示があったから、キーパーもそのまま右、そのそっちのサイドに出した結果、その流れからゴールが決まったな。見逃さなかったその起点というかね、攻撃を、のろしを上げたのは、宗也選手だったってこと。そうなんですよ。もともとがのボランチなので、いわゆる360度の視野を持ってるんですよ、ね。なるほど。で、それがサイドで起用されてるから、もともとの視野半分ぐらいで済んでるんですよ。はあ、それに気づいてるあなたの視野もなかなかですけど、どうしてですね。ありがとうございます。視力は弱いんですけどね。視野ですから大事なのはね。そうですね。はい、おそらく、まあ明日ぐらいに上げるであろう、ベストイレブンの動画にもある、はいはいはい、でも多分彼のこと話すと思うんで、そこでもちょっとデータの話もしようと思いますから、彼はちょっとデータ名はちょっと明日、またベストイレブンの方で聞いていただければと思います。藤原宗也選手、新潟覚えました。はい、はい、うん、続いてそのお隣、まあ、こっちは知ってる人多いでしょうね。はい、鳥栖の仙藤選手でございます。仙藤選手か。はい。はい。もともとだって、まず仙藤選手をね、はい、まあ、ね、去年は京都とあとマリノスいましたし、うんうんうん、まあ、みんなちょっと有名な。ね、あと、京都立花高校時代には得点王とかも取ってますから、ね、はいはいはい、そんな点取り屋とかね、チャンスメーカー、仙藤選手が、うん、最近センターバックの役割もやってるってご存知でしょうか。センターバック、センターバックの人をやってるんですよ。これ、鳥栖の動画でも我々出させていただいたんですが、はいはいはい、仙藤選手の最近のポジションっていうのが、わかりません。あ、ちょっとフリーマン気味のね、サポート係みたいなね。一つ言っちゃえば、インサイドハーフ風なところにいるんですけど。はいはいはい、いやそのことに関して先生が出してくれた動画、非常に明快。そうなんですよ。ね、戦闘大作戦。
そうなんです、で、まずは相手のね、プレスに行くっていうこともあれば、はい、相手が3人でプレス、ビルドアップするよってなったら、うん、トスのフォワード2人と先頭選手がプレスにかかって潰しに行くってのもあるし、はい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 、あとは自陣の方で誰かがちょっと足りなくなったなと思ったら、先頭選手が左センターバックになるの。いやー、なるほどね。うん。はいはいはい。でもそうすると、立ち位置が急に変わるもんだから、相手もマーク誰すればいいか分からなくなって困るってのを全部先頭選手が演じているという。うん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 、はあ、はあははあ、炙り出してくれましたけどね、先生がそれね。そうなんです、はい。ちょうど今ここの藤原宗也選手、仙藤圭也選手に関しては、はいはい、今まだ無敗の2チームなんですよね。うん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 。新潟もトスも。あ、そうね。そう、だからそこを実は陰で戦、ああ、そういう戦術なのね。はい、この2人なんじゃないかなっていうところでございます。なるほど、藤原仙藤。なるほど。はい。ボランチとサイドバック、そして今先生あれだね、はい、ちょっとカフェイとかでね。喋ってるときに、あ、今 J リーグ始まってどう？ああ、だね、だいたいもう、銭湯と藤原だけ見といたらわかるね。そう、J1 はね、銭湯だし、実はそういうの見とこうよ。かっこいい。え、なんで？なんて。銭湯に行くの？え、床屋に行くの？みたいな。そうじゃないもんね。いや、銭湯と宗也くんだよ、つってね。いいですよ。ここを見ておいてほしいですね。はいはい。つぶれる。ぶれる。わかんないけどね。はい。そして今度は右から2番、左から3番ですね。セレッソ大阪のセンターバック、西尾龍也選手でございます。西尾選手でございましたか。はい。まあ、ここもね、最近、結構出てきてます、ね。はいはい。得点も入れてました？そうなんです。ね、J1 初ゴールという。胸トラからボレー、コーナーキックからかしかね。そうなんです、で、ただ、驚きなのが、はい。セレッソ今年はね、大久保嘉人選手が最近はもうめちゃくちゃ大活躍。すごいことになって。まあ見ておけって言われなくて目に入ってきますからね、彼の場合はね。そうなんですよ。土有名ですから、はい。で、フォワードたちももうめちゃくちゃ調子よくて点取りまくって。はい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 。で、その傍らで実はセンターバック2人が高卒3年目と高卒2年目という。はい、すごいチームになってきましたね。そうなんです。だから約20歳っていうコンビなんですよ。親子的だね。あ、いや。ええ、兄弟なんで、年子みたいな感じですからね。あ、それセンターバック同士がね。そうそうそう。あ、それ大久保さんとかもあ。あ、なるほどね。なるほどね。ごめんなさい、はい。で、実はこの、瀬古歩夢選手と西尾龍也選手っていう二人なんですが、アンダー15の代表とかでも組んでたんです。そうなのね。そう、だから、クラブのユースでも組み、うん、でも5、6年一緒にやってるような組み合わせなんです。すごい安定感が。ねえ。ベルトンゲンとアルデルベイレルトみたいな感じね。いやー、ありがとう、トッテナムのね、二人ね。もう別れちゃったけどね。まあね。別れちゃう。付き合ってたわけじゃないからね。まあね。はいはい。で、その西尾選手、じゃあなんで持ってきたのかというと、はい、すでになんと J1 でナンバーワンになってる項目があるんですって。早くもですか？そうなんですよ。シュートブロック数。ほう。ナンバーワンです。今、J1 の中で。西尾選手が。そうなんです。ほうほうほう。今、全体の中でトップの7ブロックということで。7ブロック。うん、だからもうキーパーではその7セーブみたいなもんですよね。うん、はいはいはい。まあ、わかりやすいのはこの間2節かなとか、どっかで顔面ブロックなんてシーンがあった。ありましたね。あれは本当に、シーズン振り返る VTR も出てくるんじゃないかぐらいのね。そうですね。ブロックありました。あんな綺麗な画面ブロックはでも本当見たことないかもしれない。本当そうですよね、うんうんうん。それぐらいは今頑張っていて、あとミルワカはいつもデータでベストイレブン出しているんですが、はい、実は今まで出した動画全部に西尾選手の名前あるんですよ。もう動画全部に。そう、全3節分のベストイレブン全部に西尾西尾西尾って感じなんで、ね、まあそれだけでも凄さってことは伝わるかなって。はい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 。これまあ世代別代表、オリンピック代表。U24 代表呼ばれてもおかしくはないかもしれない。うん、本当はね、パリ世代の選手ではあるけれども、うん、東京オリンピックもあるかも。パリの時はじゃあ彼がって感じなんだね。そうですね。間違いないと思います。パリオリンピックの後のワールドカップはどこなんですか？カタールの後どこでしたっけね？ 2026 年ですよね。ずっとどこになるかですけど、そうですね。はい、そのあたりがちょっと楽しみでございます。なるほどね。はい。はい。そして一番最後でございます。はい、徳島のはい、藤原紫龍選手でございます。藤原紫龍選手、二人目の藤原でございますね、そうなんですよ。はい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 、いやー、もうね、紫龍を僕はもう話したくて話したくて。紫龍選手って字はどういう字書くんでしたっけね。まあ、藤原普通の藤原ですが、はいはい、志に、龍。あ、難しい方の龍、ね。ああ、はい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 、かっこいい。そうなんですよ。はい。もともとは、昔からその年代別代表というか、はい、中学時代の段階で、一つ二つ上の年代別代表とかにも実は呼ばれていたような選手だったんです。とんでもないね。はい。うん。
で、その後2019年かな、はい、まあ、トップチーム、2017年か8年か9年か、その間でトップチーム上がったんですけど、うんうんうん、はいはい、2019年9月に1回、ポルトガルのポルティモネンス行ってきたんですよね。あ、そうなんですか。レンタルで。へぇー。そうなんです。ほうほうほう。一応 U23 のチームで、まあ、何試合が出たという形でもあったんですが、ほい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 、ただちょっと行ったタイミングがあまりよろしくなくて、いわゆる2019年の夏から2020年の春まで行ってたんですよ。はいはいはい。要はコロナ期間に入っちゃったんですよ、ね。ああ、もうごくごく最近なんですね。そうなんですよ。へえ。だから去年の5月にようやく戻ってきたんですが、はいはいはい。その時ほら、練習すらもう徳島も含めて J リーグ全チームできなかったじゃないですか。そうね、そうね。で、その中でもリカルド体制も築かれてる、はいはいはい、昇格にこう上がっていくチームだったから、はい、あんまりこううまくはこうチームの中で出られなくて、はい、今日昨年実は J2 で1試合も出られなかったんですよ。はい。そんな彼が今年開幕節からで J1 で出てるんです。その結果、今、うん、J1 ドリブルランキング3位にいます。ドリブルランキング3位。はい、ドリブル成功数のランキングでトップ3にいて、はあはあはあ、1位が FC 東京のアダイウトン選手、うんうん、2位が三笘、川崎三笘薫選手で3位に藤原紫龍ということで。はぁ、あはあ。それだけドリブルで1人でかわしていく、ぶち抜いていくこともできる、そんな選手なんだよということをちょっとお伝えしたい。これは注目ですね。それに次ぐ3位っていうのはかなりね。三笘に次ぐ3位ですか。ネクスト三笘ってことでしょ、年齢的に。そう考えていただいていいですよ。はあ、はあはあ、だって他にもね、ドリブルでこう名高い、例えばセレッソの坂本選手とか、うんうん、広島の浅野雄也選手、はいはい、あとは浦和のゆるき選手や名古屋のマテウス選手よりも藤原選手の方が上だっていう状態なので、これはちょっと素晴らしいですね。そうですね、左サイドからの、チャンスメーカーとして今年一気に台頭してくると思うので、今のうちに名前を覚えておいて。龍を志すドリブラーってかっこいいですね。かっこいいですね。いや、そうですわ。はい、もうそんなね、道を切り開いて進んでいってもらいたいということで、はい、今見ておけ、このように覚えましたよ。はい、よろしくお願いします。藤原選手と西寄藤原でございますね。はい、わかりました、ということでございました。見ておきます、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。またやってよ、これ、このコーナー。かしこまりました。ね、ぜひでございます。はい、ということでね、カフェインの方でね、お友達に教えてあげてください。はい、よろしくお願いします。井上真でございました。ノーミルク佐藤でした。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ミルクサッカーアカデミー、また聞いてくださいね。どうもどうも、どうもでした。見ておきましょう。